完成した車のテスト。長い道のりを経て作品は完了。このおもちゃが7つの海を渡り、世界の隅々まで乗り出し、子供たちを笑顔で包むのだ。現在この団地での総生産額は年間約45億円、その 80% は輸出である。製品ができても放っておくわけではない。研究部の若者たちは毎日のように研究討議である。じゃあこれ動かしますね。まず走ります。これ走りますね。その場合今度後ろになんか貨車なんかつないでね、貨車に動物かなんか乗っけておくんですよね。でそれ走るときに首が動くとか、そういうようなやったら面白いんじゃないですかね。発展して動物やなんかいろいろ後ろ客車をつけても面白いからね。記者の方、ここから次のステップが始まる。新しいおもちゃのアイデアが生まれる。